レッツギャンブル With 羊飼いクエクエ。ショーテキルしたいな。誰か石油に来てないかな。ナイスナイスナイス。面白いメヤ君。クソほど思んないっす。もうつろ。もうつろ。邪魔されちゃった。通常時が長すぎます。どうしようかな。もう浮きたいな。浮き位置入りたいな。やっぱ視認情報が出されずに移動したい。ああ、早速出てもうた。早速出てもうたかな。直近2秒以内ぐらいです。あのエレキの、8のところ。上の。俺がミーティング行くし、ぐらいのタイミングで金庫入った人誰？あ、金庫入った人いない？金庫は一応入ってます、今回。僕目線ラブタが絶対弾けますね。できなそう。うん、直近2秒。直近2秒。僕がエレキのポチヤンに行った時にぐるぐるタスクのところに、あ、違う、ポチから出てきた翔平さんがぐるぐるタスクの前で死んでたんで、ポチやったとする。羊飼い系、行ってやれ。サントス、魚、ナナコ、フジミヤ、羊飼い系の5人、これ、隠し色で大丈夫ですか？あ、ハイブリ、ちなみにハイブリも入ってる。ハイブリも入ってる。おい、ケイ君。めっちゃ白です。なんで、ラブカス、ベイヤ、トータス、高田剣士で、メイヤ目線で、僕がコミュニケーションからエンジンに行くときにラブタがエンジンの方の上に行くのが見えているので、俺からも、俺が容疑者位置別に入ってもいいけど、ラブタは俺視点からもできないと思う。あれ、うん、で最後僕はあの昇降機のダウンロードにいるんですけど、あ、僕目線高田さんは見えてないけど、高田さんからラブタがそこにいたって情報が一番最初に出てるから高田さんそこら辺にいるんだろうなっていう。俺は、いたかどうかわかんないけど、俺がミーティング側に行くときに左側に行く人物がいて、それがラブタなんだったらラブタができない、うん、他にいないんだったらね、うん、これカバーやってそう。トータス以外なんか全員アリバイあるもん。藤宮君は最後会ってんの？うん、あのキッチン側にいた。あ、じゃあね、羊飼い系プラス、うん、プラスね、基地側のつながりがなさそうなのが、サントスハイブリが武器庫の扉を一緒に開けている、で、ナナコが展望デッキで俺がアップロードしてる後に来ている、で、シーカーキはその時に配線タスクしている。え、あ、ちょっと待って、ナナコさんってどっから来たの？あれ？これは展望デッキで、そもそも展望デッキで、ダウンロード、アップロード、停電直して、最後サントスさんと計算見てるので。そう、出てきてる。なるほど。だから俺次第でもサントス計算が無理です。僕が石油からキッチンに抜けたタイミングでキッチンの扉が閉まってるので、キッチン組は全員弾いていいと思います。うん、うん、一応好きなんだもんね。直近だったら本当にできなかったでしょ。だから高田ラブカスとかでうまいことやってる以外はトータスになるけど、いや、ラブカスが絶対無理っすね。あ、俺しても、メヤさんも絡んでんだ。ラブカスは絶対無理だ。早すぎる気がするぐらい、うんうん、早すぎる。なんかセキュリティ俺の方が先ついてたイメージで、俺ジャストミートで終わってるの。だから藤宮君もうちょっと時間かかってそうかなと思ったけど、移動が早いかな。まさかの強引なねじ込み。これどうだろうな。うん、見たしといます？見てないっす。見てない。あ
エンジン脇が4人ぐらいいましたけど、真ん中にいたっけ。貨物ハイブリ単体で最後シャワールームで七子くんとすれ違ってる停電中に。あ、はい。一人だけ白出せるは到達できないな、実施点。到達このキルはね、除染から出てったよね、多分メインの。はい、の俺その後到達の後ろを通っていって最後め、ミーティングの橋を上がる瞬間の到達見えてるから。うん、電車はどこから見えてるんですか。俺宿舎前からミーティングのあの下が初号機左側まで入ってるよ。で、魚さんの死人がないんだったらさ、さっきの言ったら詰めやすいと思ってて。さん言いましたっけ。トータサ目線の犯人は。メイヤが俺の後ろ側にいるはずだ。金庫側から来てるはずだけど、メイヤ。トータサを白として見るんであれば、メイヤ、剣士ってさっきのターンのキルさ、メイヤ見たの？見てない？見てない。見てないんだよね。だから死人のないメイヤくんか、もしくはセキュリティ側から来てるミヤちゃん。K さんは最後ミヤちゃんを見てるって言うけど、セキュリティ側から来てるんであればキルにギリギリ関わる位置かなと思うんだけど。ただ直近っていう情報で、うん、2秒以内って言ってましたね、トータさん。うん、だってすれ違ってそもそも死人が、うん、死人がある状況で、まあ、一応キッチャンだけいたからね。なんかトータさんのしたい位置によると思う。見たしたい位置でキッチンに届くかどうか。ドアは確かに閉まってた。キッチンの右側は。キッチンが閉まってたのか。あ、でも滑り込んです。まあそうね。宮ちゃん薄いと思うよ。だからどっちかって。藤宮さんを見たのって誰？藤宮さんを見た人って誰？そう。あ、僕と魚さん。どこで見た？あ、キッチンキッチン。キッチンのどのあたりで。あ、メイヤ君がどうしても濃厚になっちゃうんじゃないかなって気がする、うん、し、メイヤ君じゃなかったら。僕目線でダブって。タを弾く理由がな、まあ高田さんから弾かれてる。いや、ね、名屋を俺は見てないけど、ラブタの情報って正だと思ってるから俺も。ラブタがエンジンの左から行ってるっていう情報を僕出してて、そうすると僕はあのラブタの後ろにいる情報になるんですよ。だからあのラブタ名屋とか俺名とか、なんか俺か名屋と名屋ラブタとか、なんかその辺が繋がってないと名屋ってないかなって思って。いや、これは賛否分かれるんだけど、シェリフ動いてもらうとなんかつまらなそうな気がする。うん。てかそう思います。キル到達できないけど、さっきのキル到達だと思っちゃうんだよ。ああ。なんかね、ふわっと負けそうな気がする。ハワイアイがしてるんだったら、藤宮七子、うんだ魚か。藤宮魚系。いや、うまいな。さらっと坂田さんまで証言に混ぜるの。いやらしすぎる。うん、早っ、うん、はい、使用します。奈々子さんシェリフです。ナイスです。メイヤさん動きめっちゃ怪しかったっす今。あ、もうKさん人外だと思うのでKさんについていこうと思って。大田さんの情報的に藤宮くんが怪しいんだったら、そこかばってるのって K さんと魚さんだから、そこ三人がいいかなと思ってます。OK。で、俺視点でさっき言った通り、K さん、サントスさんは絶対キルに関われない位置。宮ちゃん分かんなかったけど、関われない。絶対に無理。サントスさんと K さんだけは無理。魚さんもまあ、ああ、無心でろ。宮ちゃんはありえるかなと思ってた。まあ僕は一応。うん。で、かんな高ぶたは、そっちの金庫側にいるのが本当だと思うので、難しいと思ってる。名役は死人がされていない。ブリちゃんも無理なんだよね。名役はね、死人されてないけど、ラブタの情報が正しい。ね、これ、ハイブリさんもいた、いた。俺はね、ちゃんとその後ろにいて、で、直前に名役君と武器庫でやってるし、コックピットでラブタとも合ってるのよね。そう、だから僕、左から行ってるんで、うん、無理です。左から行ってるのは合ってるのよ。なので、多分この支度ってどうしても迷惑君の疑い位置ずれないので、俺が迷惑を切ろうかなと思います。で、これで迷惑君がクルーなのが分かったら、トータスさんずりでいいと思うし、迷惑君、剣士、ラブタら辺のそのラインとかも、だいぶ明瞭になるかなと思うので、でこのターンは迷惑君を切ろうかなと思います。皆さんって計算を疑ってるんですよね。そういうことは、そうそうそう、剣藤宮を疑ってるってことですよね。そうそう、トータスさんが藤宮の怪しい点を出してたから、うん、そこを変わってる、高菜、羊飼い、K まで人外かなって思ってたけど、トータスさんがレポートする場合って、もうセルフでしょ。一応、ちょっともう一回、初めのこと言っとくと、キッチンにサントス、ナナコ、ハイブリ、魚、藤宮、かな。が絡んでいて、そこで最終死人に近いことをしているからハイブリ魚を結局弾けますよねって話になりました。K さんは藤宮君をキッチンのどこで見ましたか。キッチンの下。
展望デッキの多分停電のところに向かっていた感じ。あ、左側にいるところは閉まってた。でそれを魚さんと僕と弟子にしている。もちろん桃系とかはありえるけど、トータスさんをあのクルーと見た上での今この情報になっているので、死体テストがなければ難しいって感じかな。藤宮さんは僕切って僕しようと藤宮釣っていいですか、うん、その後トータスさん釣ればいいんじゃない。それは別にいいと思います、はい、あそれは全然ありだと思う。なのでちょっとそれ以降はメヤ君にあのクルーリーダーを託すっていう感じにさせてもらおうかなと、うんうんうん、なのでエンジンで、はい、いいと思います。いや怖い、メイヤキルできないと思ってるけどな。うん、てか、うん、メイヤも俺はそう情報がね正しすぎて左にいると思うんだよちゃんと。俺は現場でもう2キルかますしかないか。俺もう2キルかますプランで行くから開けないよ。うん。まあ、皆さんが現場に行かなければ。うん。ケンさんいるよね。これで俺が。どうだ？え？どういうこと？生き残ってたらスキップでお願いします。あ、ケイ君が切ってるのを見てる。生き残ってたらスキップでお願いします。ケイ君人外は確定です。お願いします、生き残っててください。あと多分だから藤宮ケイでダブルキル挟んだんじゃないですか、うん、あこれダブルか、ダブル3人死んでる、3人死んでる。スキップでお願いします。7個が自爆でケイ君が切ったところを見た。もう1キルは俺は見えてなかった。お願いします。僕はマットメイトです。生き残ってください。え、ハイブリッドさんのさんどこ入れました？俺ケイ君に入れてる。高田さんは？俺もケイに入れてるよ。お願いします。まあそう言うでしょうね。ごめん、俺ケイ君しか見れてないからケイ君にしか入れられへん。俺が見た情報はケイ君です。ケイさん、高田さんと、あーいいのか、藤宮君が通る。ナイス。藤宮が扉開けなかったね。高田さんも扉開けてる。いやそう、藤宮と明矢が開けないとおかしいから開けねえなと思ってこいつら。ナイスー。よし、でもマットだ。マット、まあ高田さんではないでしょうね。うん、まあサントスさんかな俺じゃあ。うん、うん、いやー決まったね。あれ決まるんだ。うん、決まると思ってなかったわ。ナイスー。いやー K さんのアシストが完璧すぎるな。ナイス。ああ、高田さんだった。いやもう多分早いだって探しに行くの手間でしょ。ナイス、相当。ナイス。いやー、Kさんナイスすぎる。僕がそうエレキで切ってるんですけど、Kさんが滑り込ませてくれて僕をキッチンに、うん。そう、魚さん。そんなはずないと思う。そうそう。だからずっと高田さんも引っかかってたんですけど。魚さんの証言まで一緒に見たってことにしちゃいました。それね、気づいてくれたら結構いけたかなと思ったけど、俺のことも藤宮見たって言ってないから。そうっすね、すごいよな。さりげなさすぎたな。魚さんだってなんかえいたみたいな感じで言ったから絶対これ突っつかれると思って、うん、めっちゃ面白かった。藤宮の視点がケイ君からしか出てないからさ、やれるんだったらもうトータスさんか、ね、まあ、名やか藤宮のタクだから、うん、そうなんですよね。怖かった。いやナイスでした。いやナイスだったね。ナイスだったね。久々に勝ったインポスター、やった。いやあれどうしようもなかったな。そう、トータスさんの不死身怪しいっていう情報がもう、うん、これぐらいしかないなと思いました、うん、カバー合いで考えるな。シェリフの七子さんがあのミュートに。どうもすいませんでした。全然俺ね、七子さんが弾け飛んだのがレポート光ってから七子さんが弾け飛んだね。終わったと思ったんですね。インポスターの方が早かった。あ、キルキルがそう、うん、あそう、俺もうカチ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 ってやったからもう間に合わなかった。手が止まらなかった。そうか、あれ詰めなきゃ。詰めシンプルに3キルがうまかったね、うん、そう、あのシェリフ入れてる、シェリフあのシンコトンだ。シェリフマジガチ即脇で連打ぐらいしか無理ですね、うん、あとクルーはちょっと離れ合っとけば絶対あのクルーのレポートの方が早いんで近づかないようにしないといけないですよね。
魚さん切られる前にやらなきゃいけないけど、シェリフ出てきて進行取ってって言ってたのも K さんだったから、すごい白く見ちゃったな。やったー、動画素晴らしい、ナイスでしたね。